会社の数だけ悩みあり、人を生かすが願いなり、耳で聞くから分かりやすい、柳原新也の落語で労務相談。世の中には常識というものがございますが、それがどこでも共通しているかというとそうでもなくて、その捉え方は案外と曖昧、時と場合によって違うというのが実際のようでございます。国によっても違うし、地域によっても違う、もちろんこの商売によっても違うようでございまして、前は全くなんてことをやらかしやがったんだこの野郎、そんなこと言われる筋合いねえと思うんですよ。あっしが何か悪いことでもしたんですか。何言ってやがるんだこの野郎、そんなことやってる噂が立ってみろ、どうなることか。おいおいおい番頭さん、何を店先でそんなに声を荒げてるんだ、みっともないじゃないか。ああこれは旦那、あいすいません、大変にお騒がせをいたしました。一体どうしたってんだい。いや実はこいつなんですがね、困ったことをやらかしやがったんですよ。ん？ああこの間からうちで働いてくれてる五右衛門じゃないか。五右衛門がどうかしたのかい。いや実はこいつがですね、奉公人の仲間うちでサイコロ博打をやってやがったんですよ。何？サイコロ博打か。へい。そうなんです、夜に仲間を集めてそこのへっついのところでチンチロやってやがったんですよ。ああはい、そのチンチロってのはあの才の目を揃えるんですがね、昨日夜に別の用事があってちょいと勝手口から覗いて、で見つけたんです。こんなことが世間様に知られたらどうなることか。私が言いながら、旦那申し訳ございません、まずはこの野郎に暇を出したいと。ちょっと待ってくださいよ旦那、一つ言わせてくださいよ。あっしらは確かにサイコロ振って遊んでましたよ。ただね、それは金はね一銭もかけていませんぜ。これはあくまでも息抜きだ、遊びでやってるだけですから、子供が遊ぶようなもんじゃないですか。しかもですよ、昼間仕事を怠けてやってるんじゃない、仕事をきれいに片付けて夜にやってるんだ。それだけでこうガミガミ言われる筋合いないと思いますがね。全く反省してやがらねえんだなこの野郎は。たく、だいたいお前な。まあまあまあ待ちなさい番頭さん、お前さんたちちょっとこっち変な、あんたくみっともない。番頭さんもそんなことでは困るぞ。え、うちのことをすっかり任せてあるんだ、もっとどっしりと構えてくれなくちゃ。おい、ごいもん、お前さん、こういうことだな。仕事仲間と金をかけずに、仕事が終わった後でサイコロ遊びをしていたと。こういうわけだな。え、そうなんですよ。だから何が悪いっていいのかね、ちょっとわかんないんですよ。ああ、そうか。ごいもん、うちの商売は何だ、言ってごらん。え、いや、うちは質屋でございます。そうだな。質屋だ。お客様のお品物を大事に預かってお金を工面する商売だ。うちらのような商売はな、お客様の信用で成り立ってるんだよ。そんなところに夜遅くさえの目を振って若い衆がワイワイやってるのをよそ様が見聞きでもしたらどう思う。ああ、ああやって客から巻き上げた金で博打やってやがると思っても仕方がないじゃないか。え？それは金をかけちゃいないかもしれない。そうかもしれないが、そう誤解されるようなことをしちゃ、悪い噂が立ってのれんに傷がつく。それはわかるだろう。確かにそうですね。えい。いいか、ごえもん。商売ってのは世間様ががっかりするような行動をしちゃいけないんだ。周りが期待するような節度を持つってのが大事なんだよ。よそ様の品物を預かるうちのような商売であればなおのことだ。だからやっぱり才の目を揃えて遊ぶってのは、たとえ金をかけてなくてもよそうじゃないか。なあ番頭さんよ。へい、さようでございます。だから何とも言ってるだろう、この常識知らずが。番頭さんや、小言を言うのでも相手に伝わらなきゃ言ってないのと同じなんだよ。下の者にも分かるように理由を話して教えてやらないといけないよ。うちもこれほどの大所帯になってきたんだ、昔の常識も伝わらないってことがあるもんだ。あ、これで分かったな五右衛門よ。へい。あい、すいません。もうサイコロ遊びはよします。もう今回はいいから、次から気をつけるように。さあ、もうこことは済んだから、自分の仕事に戻んなさい。うん。はい、ご苦労様。番頭さん、うちの就業規則に店の中で掛け事やその真似事をしてはならない、こう書いてあっただろうね。就業規則ですか？いや、どうも先代から引き継いだ規則がもう10年も前のものですからどうだったか。ほら来た。そういうことじゃないかと思ったよ。番頭さんや、店のものをしっかり教育していくのがお前さんの役目だよ。それは一番大事なのはお前さんの普段の言葉や振る舞いだ。だけど今回みたいな問題がまたいつ起こるかもしれないじゃないか。
だから紙にきちんと書いた店の決まりを作っておかなくちゃいけない。うん、とにかく今すぐに改めておくようにな。ああ、あとな、インターネットのブログやツイッターの使用方法なんかについても書いておくように。秘密情報保持だな。あ、給食規定はどうだ、使用期間は、 あと含む規律の。なんだい番頭さん、何目を丸くしてるんだい。いえ、あんまりいっぺんに聞き慣れないことをおっしゃるものですから、気が動転して両目がピンゾロに揃っております。